だからミスターーサンデーでねねししさまのの誕生日の特集をてたそこでまあ面白かったのがねやたらまあ持ち上げてましたけども、うん、おまあ映像ではね、まあ、コメンテーターのワイプだけって感じて誰もまあ喋ってないって感じでしたね。えー、特集って大体ねコメンテーターは盛り上げるところやのにねそうですね、うん、もうなんか映像だけって感じで、まあ嘘もつけないからねそうそうあ求めなかったのかわかんないですけども。うん ままあ下手に、まあにそのネガティブなねコメントをされちゃうと家だからやれなかったのかわからないですけどねあ、まあ、そういうリスクを避けたかったんですかねそうですね一応なんか昔の映像がまあ、だいぶ使われてて、はい、そこでまあブータンの映像とかもねあって、まあ、私的なは旅行ですけどもアクションを壊とね久々のためだけに、まあ、歓迎の踊りとかを披露したりとかあ<ー>そういった、ね、映像とかもあったわけですねまあ私的な旅行って言ってるのにねそうですね、うん で、まあ、わざわざまあそのためだけに雑ねまあ歓迎式典みたいな踊りとかを、まあ、さして、はい、なんかまあ舞台もね、用意されてたって感じではいそういう形で、ね、やって,てまて、あ、私的な旅行ですけどもなんか公式な訪問みたいな感じで、うん、まあ歓迎されているような感じでやってましたけどね。本当ですね。ですもはや私的とかまあ公式とか通合によって使い分けてるだけみたいに見えますすもんね。ね。そうでさら、ね、<laughs> に、まあ、ブータンといえばね、記者から日本との違いについてって感じで聞かれて。うん まあ似てる感じがしますってことで答えてね<ー>でまあどの辺がって言われて、まあ、木とか草とか似てると思いますとね、まあ、言ってましたけども「Mr.、うんまあ、サンデー」ではそこの部分はね、まあ、放送せずに <laughs> ブータンであその映像を流さずにね、まあ、楽しかったことについて聞かれて久志さんがね妙に乗ってジェラの山に上がったことってことで。 その無難な回答をしたところに関して答えた感じですね。なるほどね、本当はもう少し深い回答が期待される場面やったんでしょうけど、そんなんがなかったから、そういう無難な内容だけをピックアップしたんですかね。一番優秀と思えるようなところだけね映像で集めたって感じでやってましたけども、なかなか1年間では優秀な場面とかも無理だから、生まれてからのところでね、やってましたけどね。ちょっと映像を使って、イメージをちょっとコントロールしてるんですかね、そこは。 まちなみにまあ苫小大学のね小野教授も出てましたけども、<う>でまあ久々さんと初めて会ったのが小学校五年ということで言ってて、うん、でまあその時にまあすべて正確にトンボの種名をおっしゃったところがすごいってことで述べてましたね。ああまあ本当ならすごいことなんですかねやっぱ。うんまあこのすごいんでしょうけどもただすべて正確にねトンボの種名ってところが、はい。 まあなんかね、まあ、曖昧というかねなんか全てって言われてもどのぐらいなのか分からんからね、うん、<laughs> まあねだからまあ2種のトンボの指名を全てだとね言えるし <laughs> まあそこにまあ、ね、2>, <laughs> 2匹しかもいなかったらねうんまあこの2種全て答えだとかね1種かも分からないしね。 なんかこのの辺が、まあ、全て性格ってっいうのがねうんまあ絵本とかでね見てたりとかしてたまに小学生が道路走ってる車の車種を全部言える子とか、まあ、いたりしますからあ,ありますねまあトンボのね全種類覚えてても、まあ、ありえないってことはないんでしょうけどちょっとその辺がこう曖昧な発言というかね。 すべて正確にっていうのがねすべ、うん、てが分からないけどねそうっすよねうん,うん確かにすごいことに見えるけどまあちょっと抽象的な発言になってますよねこれはそうですね、うん、まあこれ嘘つかないレベルでどこまでは持ち上げれるかって感じのねなんかゲームみたいな感じですけどもはい <laughs> ただまあ TBS でもねまあ、N、スタカなんかが久しさまの独書をやってましたけども <laughs> うん。そこではまあブータンの木とか草とかその発言も、ね、やってましたよね、うん、ああしてましたただまあ、久ののトンボの研究で、 まあ専門家もね驚くまあ研究成果を上げられたということで言ってて大な、うん、ことかと思ったらねやっぱまあ清志さんも出てたんですねまあ協調者ですねでまあこの清志拓也氏が論文を久しさまに進めた話についてインタビューで答えていてね、うん、でまあこの清志拓也氏が初めて久しさまと会った時に驚いたって話をねしたわけですねはいはい。 でまあ、このパソコンを使って久しさまがこれまでの研究について、まあ、清志拓哉にプレゼンをしたということで<ー>そこで、まあ、清志拓哉が面食らったわけですねおおまあプレゼンまでやってたのねそんなそうですね面食らうレベルのプレゼンってまあどんなんだったのか気になりますねまあそうですね、うん、まあデータの質量ともに優れていて十分まあ論文書くのに、まあ、足りるとすぐに思ったってことでそ、はい。でまあその論文ね、まあ、進めてみたわけですね、えー、まあそのデータを久しさまが全部取ったかは分からないんでしょうけどね本当は。 まあそうですね、うん、そのデータ見る限りはすごかったと思ったんでしょうね。はいはい、でさらにまあその時にに、ね、久しさまからのプレゼントなんかね、トンボの抜け殻をもらったみたいですね。えー、なるほど。貴重なトンボの抜け殻ばかりもらったってことで、うん、おそらくまあその、絶滅危惧種のオスセントンボとかね、そういった抜け殻とかも、入ったんですよねあそうですか、まあ、普通の人はねトンボの抜け殻もらっても嬉しくはないでしょうけど、まあ、トンボのスペシャリストの清志拓也さんからしたら、絶滅危惧種の抜け殻もらうとまあ嬉しいんですかね。 まあそうですね。うん、だまあ逆にオツネンタンボとかってたら、ね、まあ抜け殻が発見したことによってそこでまあ実際にまあ繁殖が行われたことがまあ証明ということで,<ー>でまあその証明できるからすごいということになってるんでしょうけどもそこでまあ科学的には価値があるということでその抜け殻には、ね、その科学的な価値があるということでたたかったでしょうね。まあ、確かに貴重な抜け殻だったらまあ別に抜け殻自体は、ね、そんなどうなんかな貴重なものかわからないけども。はい ただまあ一応そこで発見したってことでねできる、まあ、科学的な資料なのかなってことでしょうねうんなるほどね、まあ、トンボの抜け殻っていうのはあんまりイメージできないですけどなんかまあセミの抜け殻とかね、まあ、よくありますけどあんなもんみたいなことなんでん、ね、うですね <laughs> ただまあ不思議なのがこの清志拓也氏がね2022年4月に初めて久しさまに会ったとね語ってるわけですねはいはいまあつまりこの清志拓也氏に関しては、まあ、この赤坂御用地のとんま層、あ、書いてましたけども、うん、まあ世間人調査ですかねははい、はい 書いてましたけどもそれはまあこのあれには一切関わってないということをね把握<ー>、まあ、したわけですね清さんが論文の研究には直接調査に関わってないってことですかそうですねうん久石様に関してはね2012年から2022年まで赤坂51でのね、まあ、トンボ研究とかを発表したわけですねまあ10年も研究してただろうそうですねでもこの清下くやしに関しては2022年に初めて久石様にあっ,たあったわけですねおおはいはい、まあ、そう考えると一緒には研究してなかったわけですねああなるほどね まあこれまあ清志拓哉氏が赤坂5時のトンボの調査とかを全くしてないことを意味すするかなってことですねまあ確かにそうなりますね。まあこれね本来だったら前回も赤坂5時のトンボを調べた人に見てもらいますからね。うん、で実際にこの前回赤坂5時のトンボのトンボその前に行かしたトンボ類って形で論文書いてましたけども<ー>これは2005年に発表したんですよね。はははいはい、はい でその人物っていうのは斎藤氏と大和田氏と、まあ、加藤氏ってことで,、うんでまあ、その中でまあ大和田氏に関しては現在国立科学博物館でまあ動物研究部の室長をしているようですねああまあ大和田さんっていう人がまあかなりのまあ専門家の人っぽいとまあ一応まあ2番目なんでまあ筆頭医者ではないんでしょうけどねうんうんでまあこのつまり木ま吉拓哉氏の上司ですねああそうなんですねだからまあ少なくともこの木吉拓哉氏じゃなくて伊佐様のね論文について一番まあ最初にまあ取材するとしたら 大和田氏でしょうね。ああ、まあ上司になったら大和田さんがまあ今回関与してないのはちょっとなんか引っかかると。まあ引っかかるし、まあ前回調査したのが大和田さんなんで、うん、まあ論文についてね評価もらいたかったら、まあ起用したくやしよりも、まあ前回の調査を知っている大和田氏の方がね適正ですけどね。まあ確かにやってますもんね。そうですね。まあ他のまあ2名はね、まあ斉藤氏と加藤氏も。 前回2005年に調査しましたけどもこの人物についてはまあ調べたけどもまあ分からなかったんでね、まあ、その特定というかまあ最近の調査とかは分からなかったんで、えー、そこまでそんな有名じゃないかもしれないとまあもともとね、まあ、そんなとンぼの研究とかなんでそこまでまあ有名じゃないんでしょうけどもまあねただまあその清た家に関してはまあデータとかを見せてもらっただけで熱を出たかどうかも分からないわけですね、うん、まあ確かに現場にいないと細かいところ分からないから、まあ、データ見せられただけやったら真偽がちょっと分かんないですよね そうですね、うん、当然、まあそのご一人に関しても頻繁に出入りしてたわけじゃないし、はい、これがマさかカゴ一で見つけたトンボですって感じ写真し見せられてもね、うん、まあそうなんて感じで、まあ、信じるしかないですからね確確かに確かにに、うん、これちゃいますよって感じ言えませんからねはい、はい、だから、熱湯データ見せられても分からないし、うん、それにまあ抜け殻に関しても気をした悔しいがその実際にその場に立ち会ったわけじゃないですか、ね、ほんまにその場のものなのかは確認しようがないとョウさんには。 つまりまあ北海道とかでま抜け殻見つけてきてこれでしょって感じで言われてもね <laughs> まあそうなんやって感じでよろしくないですからね <laughs> まあね。うん、だまあその辺でほとんどまあ研究に関わってない教師拓也氏がポスト発表っていうのもちょっとまあ不思議ですけどね。ねえだから関わりが薄いのにポスト発表者になるっていうのがまあちょっと普通はおかしいと。 まあ共著者ではあるんだけども全くまあ研究に関わってない人で、うん、だからまあ僕はまあ実際現地とかで見たわけちゃいますけども久志様曰くこうらしいですよって感じで研究してから発表したんでしょうね。よくまあそんなポスト発表の口頭発表者をねまあ任せたというかまあ,あ任せたもそうです、ね、引き受けた方もいや僕発表するのちゃうと思いますよって感じでね久志様の発言を信じるしかない発表っていうのはちょっと無理があるんじゃないかと。そうですね、うん 久志様が京都に行ったわけだからね久志、まあ、様が発表したらよかったんでしょうけどもほんまねとんぼ狩りって感じで共、うん、調者のね飯島健史に関しても、まあ、赤坂五1のまあ田んぼの手入れとかをしてたわけですねあそうなんですねでそこでまあ気に入られて宮、まあ、内庁職員になったわけですけども、まあ、それまではあ<ー>ああどうかあったかな農研機構かな、うん、そこでまあその職員だったのが引き抜かれたわけですねあなるほどで、まあ、2022年までの論文とかでは、まあ、米の論文とかね書いてるんで、うん、だから2022年以降に マクシマン系の職員って感じでなったんでしょうね。はいはい。まあつまりこの赤坂よしのトンボソウに関しては、すべて久志様が写真とかを撮って。久志様が書いた論文ですね。一応久志様が全部やったことにはなると。まあそうですね。うん。だからその聞いた情報とかを。きょうしたか書いたんでしょうね。ああ、そういうことですね。だからこの関わってない二人が強調したって感じで。かなり異常ですけどね。ほんまですよね。<laughs> だから職員も手伝ってもらってた設定なんでしょうけども。うん、どのぐらいも手伝ったのかもわからないしね。 ね久、うん、しさまじゃなくても、まだ高校生って部分もあるから、どこまでを自分でやっているのかはっきりさせておかないと、なんか、怪しく思われてしまいますもんね。だから、どのぐらい手伝ってもらったのかとかね、まあそれが明確にさせないし、うん、あーでも一応、ヒット筆者で久しさましか調査してないわけだから、まあ、95%ぐらいは久様がまあ査定して、やったんでしょうけどね、はいはい、普通考えたらね。大部分は久しさまがやってるはずやと。そうですね、うん だからつまりまあ伝統疑惑の写真に関してもまあ全て斎様が撮影したと考えても。 まあ不思議じゃないですね。まあその可能性が高いですね。さすがに他の職員に関しても協力してたら名前出すでしょうけども、うん、まあ一応まあ手伝ってたらねクライアン職員とかその可能性高いから名前も出せない可能性もありますけども、はい、ただまあ論文とかでねこの写真は僕ちゃいますよって感じでメグとかもするでしょうし、うん、確かに。うん、まあクライアン職員とかね撮影みたいな感じでやるでしょうけども、うんまあそれから相手のところを見るとやっぱりまあさんがメインで撮影したんでしょうね。そういうことですよね。まあ写真は自分じゃないならまあ言うべきですもんね。そうですね。うん。 だからまあ写真のねなんかピントが合ってないまあぼやく写も結構ありましたけども、うん他に <laughs> もなんか死んでるような友に関してもね、あ,あったし、<うん S 1> あれもおそらくまマシタ様がやったんですよね。まあそうなりますかね。 社様、まあ、に関しては過去に、まあ、盗作作文をしてあたかも自分の文章みたいな感じで細工とかも、ね、やったことがあったしうんまあつまり、まあ、トンボに関してもあたかも、ね、自分がまあ偶然撮影したかみたいな感じで細工したと思われても、まあ、それ前科があるわけだからな、はい、部屋に、ね、なりますよね盗作の前科があるとどうしても信じがたい部分が出てきちゃいますよね。さら、ね、にまあびっくりになるのが清志拓也氏のインタビューをまあ思い出してみたらハードな調査でも。 お若いんで元気ってことで、<ー>体力がね、あれ回ってるよってことで言ってましたからね。自分みたいなおっさんとは体力が違うと。そうね。うん、さらに、まあ、この久仁さまとの研究で印象に残ってることを聞かれて。まあ、このお昼頃からね、日没まで、みっちりと走る非常にね。 まあハーードなスケジュールで調査を行うことを語っていてね、はあでこの久医者様に関しては夕暮れ時になってもまあ走るんですねって感じで言ってね、はあ、このあちらの池の方がトンボが面白そうだから見てきますってことで <laughs> ダッシュでかけていくと説明しましたからね <laughs> はい <laughs> まあすごい行動力なんでしょうけど、まあ、日没までみっちり走るってもうマラソンみたいな感じですけどそうですね木下家さん的には体力がまあついていけないと自分だと様にはそうですねただまあこれがね まあ今日支度谷氏が初めて指差してもらったのが、まあ、2022年4月だからね、つまり高校生になってからって感じなんで、お<ー>でまあ、高校生になってから、まあっちの意見のとんぼって感じで語っていてね、うんうん、チャット GPT ではね、7歳か8歳ぐらいの発言かなって感じで言ってましたけども、なん、はい、かまあ15か16ぐらいの年のとまに、まあ、そのほうけとか見たんでしょうね。 まあ15か16以降ですねそれ以降まあこのトンボの具体的な名前とかも出てこずに、まあ、池の具体的な、ね、名前も出てこずに町<ー>の池って感じねいたりとかこのトンボの専門家の教師拓也氏が印象に残ってるのがね、まあ、お若いから元気と体力が誤ってるって感じで <laughs> まあ言葉だけってことなんで <laughs> まあねトンボの名前とかね池の場所とかまあ具体的な情報も欲しかったですね。 そうですね、本来、まあ、プレゼンがすごいから、まあ、論文書いてみたらって感じで言ったのに、はい、まあその詳しそうな感じが、ね、伝わってこなかったし、ね、まあ話では、ね、7歳か8歳ぐらいの印象しかなかったからね <laughs> あ、まあ、この国際昆虫会議ではプレゼンが得意なはずの久しさまじゃなくて、まあ、研究が得意な、木下拓や氏が誰で、まあ、口頭発表って感じでしたねうん、まあ、研究が、ね、あ<ー>得意な人に任せれてもまあ分からんでもないけどやっぱちょっとでも本人が出るべきだったと思いますけどね。 そうですね、うん、かまあ初めはなんか6歳の時のね、まあ、写真とかまあ、あの辺に関してはまあ多分まあ協調者の清志孝也とか、まあ、飯島健司がやってるのかなって感じで思ってましたけども、はい、まあつまりこの初めて会ったのがまあ2022年だからね、うん、まあ関わってないのかなって感じで、ね、まあよく分からんというかね、まあ、清志孝也に関しても宮内庁から頼まれて。 まあ、赤坂雄一のトンボの調査とかを2022年からやっていてもね、うん、まあ久保様もトンボの調査をしていたことに10年後に、ね、気づいたとかもありえないし、まあね、だからまあどう考えてもね、まあそれまで調査しなかったでしょうからね。企業さんはもっと早く気づいてたはずではあると。そうですね。うん、だからまあ初めて会ったのが2022年なんで、その時にまあ久保様からトンボのデータとかそういったのを見せられてと回ってね。はいはい。だからまあ赤坂雄一の調査に関してもやってなかったはずですからね。確かにね。 まあつまりこの2人はまあ論文とか書くときに手伝っただけですからね木下、うん、拓哉がまあ手伝ったのは論文を書くきにアドバイスで飯島健氏に関してはどんなアドバイスを、ね、したのか分かんないけどもまあ飯島さんどんな役割だったのか分かんないですね確かにまあ飯島さんに関してはまあ家庭教師もしてるって感じで書かれてたんであ<ー>この木下拓哉が責任著者として書いて、はい、まあその論文とかを 読み上げてくれたののかねそううい役割なでも家庭教師としての役割とその研究っていう部分への関与がなんかどうつながるのか気になるところですかね。まあそうですね。<laughs> まあ、この辺が異常っていうかね <laughs> はい、はい、メディアもこの辺の異常な事態にね、まあ、これどうなんですかって感じで聞いてほしいんやけどね。あほんまはね。うん。だ、まあ協調者が、まあ、調査機関には赤坂たが動ね調査してないんで。 よくわかんないからね、この以上の時代で報送してほしいんだけども、おめでをもっとね、深掘りしてくれたら、うん、なんか。全体像もうちょっと発見するかもしれないですけどね。そうですね。まあ、それはまあ、宮内庁職員とかもみんな知ってるわけだし。はい、まあ、悠仁さましか、まあ、この調べてない論文で、論文書いてるのがね。まあ、今日したっけしたから、はいはい、まあ、論文で、まあ、なんか重大なミスがあったらね。まあ、今日したかけ、悪いっ感じなのか。ああ、そういうこと。うん、責任を押し付けれる形になるためにやってると。 こんな感じでなんかその辺がね<っ>ま。全て。まあ、久志様から聞いた話だけで論文書いて。うん まあ、久しんは嘘をついいててないっまの,の異常事態というかうん <laughs>、まあ、過去のね盗作作文がある以上は久さまがズルしない性格とは信じれない部分がありますからそうですねね嘘をついてないと信じてうのみにして論文書いたら清志拓哉さんにリスクもあるでしょうからねまあこの清志拓哉氏まで何とかねうんあれかも分かんないけども、はいまあ、飯島健志に関してはね なななんんんでで俺が入っててのかなって感じねほま <laughs> です、ねうん、まあ飯島さんも入れてくれただけなのか分かんないですけどまあ一応まあ田んぼの手入れだけはあったんでしょうけどもはいはいよっぽど優秀にやってくれたんかな <laughs> うんだからこの辺がね、まあ、家庭教師してくれたから入れてあげようかみたいな感じだったのかねうんちょっとおまけでみたいな感じなのかそれともしっかりがっつり関わってんのか まあこの辺が不思議すぎますけどね分かんないですねうん、まあ、この辺がまあどういう形でね感謝なのかよかったらコメントもらえたらしいですねそうですね是非コメントくださいあとチャンネル登録の方もお願いしますよろしくお願いします